3、2、1、0。今日も楽しいビデオレター始まるよ。4月の30日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下浩一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でキュッ。先日野球中継を見ていると長男がやってきて、テレビの音うるさい、ちょっと心遣いくださいなって言います。ボリューム下げたらいいのって聞くと1000円って言われました。それはちょっと小遣いくださいなの間違いではないのだろうか。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。法事ギフトのご注文多数。法事ギフトはお任せください。今日は塩とろ昆布をいろんなものにかけてみました。ポトフにトッピング、野菜がとっても美味しくなります。ちゃんぽんにトッピング、そして豚しゃぶにトッピング、いずれも汁の味わいがとても深くなります。塩とろ昆布トッピング、やってみませんか？店長まっちゃん、仕事が乗ってくると神が降りてきたが口癖。神も降りてきたらいいのにね。